うまくやっていくためにはコストを考え、リーズナブルな価格を提示する必要がある。エコノミー自動車メーカーとして、自動車産業の発展のためには、ストレッチに対する政府のさらなる投資が必要です。このため、自動車産業の発展は、経済発展にとって重要な役割を担っています。そのため、多くのメーカーは、現地生産を進め、その比率を高めながら、リーズナブルな価格とベトナム人に合った新たなモデルの投入を目指しています。中部山南省の山南地帯では、土砂災害が深刻な問題となっています。水力発電所の建設のため、移転を余儀なくされた住民の多くが、新たな建設で土砂災害にある地区の家を出す場合です。こうした状況は日々拡大していて、多くの地区幹線道路は常に寸断の脅威に直面しています。ヤクドリン水力発電所の建設計画により、多くの住民がこの新たな土地に移転しました。しかし、移転してほどなく、多くの住民が土砂災害で土地を奪われることになりました。湾岸省の村体験では現在9つの村の28地点、340世帯にしています。そのうち14地点については緊急の避難が必要です。土砂災害は山岳地帯の交通網にとっても脅威となっています。しかし、被害総額は3000億ドル、およそ15億円に上りました。村体験の間です。以前の土砂災害で資金不足から今も復旧できていない地点があり、新たな土砂災害の危険が直面しています。物資の輸送など、住民の生活に大きな困難が生じています。特にこのまま修理などしなければ、工務省や県の西南部も分断される恐れもあります。もともと経済発展が遅れ、人々の生活も苦しい中、土砂災害は常に人々の脅威となっています。無期限で認可しないことがありました。実際のところ、水力発電所は流域の最も明白なのは環境の変化で、山岳地帯の人々の生活が一変したことです。特に雨季には一部の地域で水力発電ダムの放流が上流部の雨量と土砂災害、住居や橋、道路の流出をもたらしています。これらの問題は地元選出の国会議員に対し何度となく提起されてきた問題です。フィリピンのニュースをお伝えします。フィリピンの行政監察院は今年4月に環境悪化で閉鎖されたフィリピン中部のボラカイ島を管轄する町長を停職処分にしました。全て整った明日の罰を受けます。テロリストの捜索や被害者の救出、爆弾の処理などの訓練が本番さながらに行われました。参加するのはフィリピン国家警察、フィリピン国軍、消防局、フィリピン沿岸警備隊などの専門家。当局は警備の強化はボラカイ島のセキュリティ上の脅威への予防措置だとしています。フィリピン国家警察のブララカウ警視です。大げさな警告で怖がらせようとしているわけではなく、テロ関連の万が一の事件へのあくまでも備えです。そのためこの小さな警察官の導入や警察署の改修などが行われました。フィリピン国家警察のアドバイスで調査です。ボラカイ島の正式な再開に際しては大勢の観光客が訪れると予想され、我々はボラカイ島及び本島パナイ島に配備されるフィリピン国家警察の部隊を再編し413人に増員しました。当局は観光客に対し適切な宿泊施設の確保、ビーチでの飲酒、喫煙、食事の禁止、マリンスポーツなど活動の制限など島の新しいルールの周知に努めるとしています。一方、フィリピンの行政監察院はボラカイ島のマラー町のカワリン町長を停職処分にしました。町長は島の環境悪化を招いた昨年アクラン州の各県11人のうちの1人です。アノ・アーミズ市長代理は当面スワローズ副町長が町長代理を務めるとしています。地方省はボラカイ島でのカジノ営業を禁じる大統領令を出しています。ボラカイ島ではこのようにさまざまなルールの強化が実施されました。当局は今後多くの環境が環境省に同じ社会記者がボラカイ島から伝えられました。台風4号が台風に発達した台風26号による
once again without subtitles. This was an unsettling day across this country as we learned of several bombs sent from multiple locations. It all began to unfold this morning, authorities calling the bombs acts of terror. Sent to Hillary Clinton, former President Obama, CNN was among the targets too. These photos, exclusively obtained by ABC News, provide insight into critical leads investigators are pursuing. This was an unsettling day as we learned of several bombs sent to multiple locations. Detonation. 被爆するための装置が組み込まれていたということです。ABC ニュースはこうした部品などをリード、手がかりに Sweeping Investigation、広範な捜査が始まっていると。One last time with English subtitles. This was an unsettling day across this country as we learned of several bombs sent to multiple locations. It all began to unfold this morning. Sent to Hillary Clinton, former President Obama, CNN was among the targets too. These photos, exclusively obtained by ABC News, provide insight into critical leads investigators are pursuing. Sources telling ABC News, each device contained a digital clock. この鍋独自の構造から生み出される特殊な蒸気。鍋底の水が沸騰し蒸気が上昇。その蒸気が保冷サイドの四角に蒸気が圧縮されて100度以上の高温かつ乾燥した蒸気に変わります。その高温の乾燥蒸気で揺さずしっかりとキープしてくれるんです。真ん中まで入り込み全体を加熱してふっくら美味しく仕上げてきた蒸気。料理を作ってくださいね。簡単ヘルシー栄養たっぷり日本製アンズック鍋ルシエスは便利なレシピブックを受けてメーカー希望小売価格税込み19,980円のところ最近お得な税込み18,000円です。こちらの商品からスタートです。皆さんゴルフシーズン到来ですね。まあ、後ろにもゴルフ場のイメージが見えますけども、そうですよね皆さん。さあ私からご紹介する商品こちらゴルフクラブ、しかも刀ゴルフ、そのフルセットをご紹介させていただきます。まあ、これからじっくりこのフルセットをご紹介させていただくんですけども、皆さんどうですか。最近特にドライバーの飛び飛距離ね、若い頃は飛んでたけども最近はちょっと飛びが落ちてきたな。ドライバーで200ヤード届くのがやっとかなとおっしゃる皆さん、やっぱり飛距離ってだけだけ遠く飛ばしたいですよね。まさにこれからご紹介する刀というのは飛びの刀と言われてますからね。その2018年モデルです。
この商品をそう期間限定大特価お届けいたしますので、ぜひお付き合いくださいね。さあフルセットの内容を見ていきましょうか。まずはピッチング、アプローチ、サンドウェッジ、そしてもちろんパターですね。ご覧のフルセットの内容にもちろん全てを入れられるキャディバッグと、これもエナメルをところどころ使った高級サンダルバッグでしょ。まさにフルセット。もちろん全部買い替えようかなとおっしゃる方はそうなんですが、これからゴルフを始めてみようかなとおっしゃるゴルファーの方にもぜひおすすめ、お付き合いくださいね。 460cc のフルチタンヘッドもありますよね。高級感もありますよね。でもなぜこの商品が遠くに飛ばせるのかって、強度を変えることなく薄く軽くしてるんです。こうすることによってもちろんヘッドスピードも必然的に上がりますし、薄くすることによっては実はトランポリンのような効果、これで反発力を高めているんです。さあ刀のハニカム構造、上の部分でクラウン、最後に圧力ギリギリを削ってくれるのかというのはインパクトの瞬間、ボールを捉えたこの瞬間、うまっと落ちてくれたのが体に分かりますよね。これによってボールに反発的な推進力を与えることができると、そのような瞬間から同じ実際に使ってきました。でしょ。いやー、抜けるような青空、秋の空にスーッと吸い込まれている気持ちよさ、しかもまだ落ちてこない高弾道の球が打てるんですね。いかがです、これがドライバーなんです。すごいでしょ。でも飛びを支えるのはもちろんヘッドだけではダメなんです。シャフトも大事。ご覧ください、今回お届けするシャフト、スピーダーと書いてますね。富士クラのスピーダー589、実は女子プロ使用率ナンバーワン、この高級シャフトを最初からドライバーに入れてる。ですからご覧のようにしなってるのが分かりますよね。これで反発力、マルチプライ積層技術というのを搭載しております。柔らかいシャフトではあるんですけれども、一つ芯が通っているようなシャフトですので、しなりもがりでは感じていただける。平均距離もアップしますし、最大距離もアップするクラブ、手打ちになっているゴルファーの方のヘッドスピードをなるべく高めて、もっと飛距離をアップさせたいということで、まあ、刀ゴルフさんの方からですね、非常に厳しい要求を受けます。しなっていうのは分かりますよね。しかもピッとこうしなり戻りというこのレスポンスの良さなんです。ですからハーリーストーンでストーンとドライバーだけではありません。やっぱり全ての番手距離稼ぎたいですよね。そう、まさにフェアウェイウッドのユーティリティも全部、はい、ご覧の通りスピーダーシャフトです。しかもアイアンだって全部ですよ、スピーダーシャフトに書かれてますよね。そうだった、高級感のあるドライバーです。そしてこれですね、フェアウェイウッドが3番と5番、そして何、3万円引きで9万9800円のご提供です。まあそれぞれ単品で含まれていただく、まさに特別にチューニングされたスピーダーのシャフト、パター以外全般で使ってますから、非常にバランスがいいので、ぜひこれを機にまとめて手にしてください。しかもです、こちらでございます、月々3000円、1日100円コース。さあゴルファーの皆さん、ぜひねこのフルセットで秋ゴルフシーズン楽しんでくださいね。さあ皆様からのたくさんのご注文をお待ちしております。カタルゴルフスウォードフルセットはなんと12万0 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 0
小型、軽量、サイクロン式のクリーナー、それがゼッタストーム。でもぐん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 吸い込みます。例えばテーブルの上にちょっとこぼした時にも、ソファーの下やベッドの下、ゴミの方からぐんぐんホコリが寄ってくる。これがあれば毎日のお掃除が。いいカラーですよね。で、実は普通のコンパクトクリーナーじゃありません、はい、これ1台で3役です。はい、はい、スティック、フロア、この1台3役で使えるクリーナーなんです。さあ、今お使いのクリーナーからの買い替え、はい、もしくは今大きい掃除機を1つという方は2台目に置いていただきたいという。さあ、このゼッタストーム、実はさらに進化を遂げ、いろんな場所のお掃除ができるようにと、アタッチメント見てください。見てください。これだけ最初からセットでお届けをいたします。例えばメインのヘッドがあったり、お布団のお掃除ができるようにアタッチメントを入れました。そしてマルチお掃除ができます。さらには隙間のノズルにトリールホース、伸縮ホース、全部セットにします。持ってきます。はいはい。
いはいはい。さあこちらの豪華セットもついてもあらゆる場所のお掃除にと。さあトイレ本体これだけ小さいと、いやパワーどうなのって。パワー。そうなんです。もう一回いきましょう。コンパクトタンクの次。これ実は水を入れるタンクで硬いんです。ショート手の方が硬いくない。このタンクをツリー状に7つ。はい、さあ、つなげてその一番下につないだのが、はい、こういう風に。さあ、ではね、7つまとめていきますよ。いきます。ゼッタストームスイッチオン。おお、めこめこいいな。うわぁ、もうね、ゼッタストーム。うわぁ、まさにコンパクトなのにハイパワーという。さあ、ではね、そのパワー使って実際のお掃除行ってみましょう、こちら、はい。お掃除しづらいですね。結構な距離がありました。ゴミいっぱい。ね、この中に入っているゴミを 1.2 メートル。いろんなところのお掃除出ます。さあ、ではその先端がパチッとこのように入って、そのままあとはスイッチオン。はい。この距離を吸い上げる。ピカピカですよ。で、もちろん本の上にも行きます。はい。もうゴミの方から入ってきてくれます。だから本を傷つけずにお掃除できますね。楽に綺麗に普通お掃除できないところも手が届くんです。いや、もうハンディでいろんなところに持ち出せる。で、しかもこれコードが6メートルありますから、はい、運んでこう車でお掃除できますよね。だから車の中もいいですね。いいんですよ。で、さらにスティックタイプでお部屋の中も綺麗にお掃除できるという、はい、いや、今スティックタイプのクリーナーとハンディクリーナーそれぞれ買ってもすごい金額ですよ。それぞれで結構しますもんね。特にスティック今人気ですよね。皆さん、このゼッタストーム、こちらのアタッチメントも全部セットにして、はい、いくらぐらいだと思います？いきますよ。そのお値段なんと14,800円。何にもスティックも届いてって感じですね。441222番で今から受付スタートです。これいいなと思われた皆さん、でも実はまだ全てご紹介してません。はい、スティックと、はい、これフロアって何ですよね、はい、実はね、本体の後ろにいますと、はい、さあここにポンポン持ってきました。はい、ポンポン。はい、そして丸尾さん、いきます。はい、どうぞ。オン。おお、すごい。見てください、これ木小屋ですよ。これすごいですね。例えば目の前にやっぱり玄関前の落ち葉とか枯れ葉とか落ちてたら、これもほうきで集めるじゃなくて吹き飛ばせるんです。風を送ってパワーにどん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 、なかなか取りづらいところの汚れもふわっと飛ばしていただければ。風だからいいですね。吹き飛ばすというのは新しい形の掃除の仕方ですよね。今人気のクリーナーにブロワってつくと、それまた高いですよね。高いんですよ。で、洗車の後の水はじきという。さあ、ですから一番使います。さあ、もうフロア機能だけなんだ。14,800円です。なんてことですか。これがすごいですよ。これ14,800円で、はい、本当にハンディでいろんな細かいところも綺麗にお掃除できる。この上とかお掃除して、スティックだってフローリングも綺麗に、畳も綺麗に、カーペットも綺麗に、そしてブロワーがあったら。さあ、フリーダイヤルをぜひご確認ください。0120-441-222番、0120-441-222番、通話料無料のフリーダイヤルです。さあ、皆さん、もうゼッタストーム全国注文をお待ちしております。申し込み番号をご確認ください。1台3役のゼッタストーム、新しくなった一番タイプ、14,800円でのご提供です。お支払い方法はご覧の通りとなっております。ご確認をお願いします。このフルセット2018年モデルですよ。最高モデルで、しかもボールの高級感ありますね。3万円大きいですよ。お安くなって99,800円で12,000円ですね。これでさえ歩くのどこまで打つ快感、秋空に向かってパーッと気持ちいいですね。もうね、飛んでけって感じですよ。ナイスショットって言ってほしい。いやね、ご機でございますんでね、ぜひぜひゴルファーの皆さん、フルセットでたくさんのご注文をお待ちしております。山田様がゴールド
人身障害と車両保険をつけてもこの価格です。車両保険なしの場合はこの価格です。いいわね。さらに早割り、45日前までにご契約されたお客様へのフリーダイヤル223663。バイク保険もフリッヒ放送が始まりますよ。もうすぐですよ、メッセ会。頼もしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって。山田様がゴールド免許でしたら人身障害と車両保険をつけてもこの価格です。車両保険なしの場合はこの価格です。いいわね。さらに早割り、45日前までにご契約されたお客様への割引です。よし、まだ役所について聞いてみました。しんくんはお寿司のことが本当に大好きで、彼の中にはこの好きっていうことが原動力としてすごく一つ大きくあると思うんですけど、僕もまあこうお芝居とかですね、このお仕事させていただいていて好きだなって思う瞬間とか面白いなって思う瞬間すごく多くて、なんかこう仕事に対しての気持ちみたいなのは似ているところが多いのかなと思って演じさせていただきました。ぜひぜひ。今日の朝鍋は今日のスペシャル金賞。223663。バイク保険もチューリッヒ。おはようございます。早起き日経プラス FT キャスターの菅井真彩です。清水康政です。まずはマーケットです。先ほど取引を終えたばかりのニューヨークの株式相場は3,884ドル、ナスダックは 5.8% の大幅上昇となりました。また広告収入の伸びにより売上高と一株利益が市場予想を上回ったツイッターは、この番組は日本経済新聞社。ここからは FT トゥデイです。今日の解説はフィナンシャルタイムズニューヨーク支局から米国市場担当エディターの日本経済新聞米州総局の質問記事を紹介していただきます。 Can you introduce today's article giveaway? Yes, this is one of mine. 今日のおすすめの一本は、資産運用会社の大型化進む運用規模1兆ドル目というものです。私は書いた記事ですが、資産運用規模が1兆ドルを超える企業が増えています。世界で10から12社程度ですが、業界としては明日の資産運用業界で競争するためにはそれだけの規模が必要だと考えられています。大手資産投資家、日本の年金基金や中東の政府系ファンド、アメリカの保険会社などに投資ソリューションを提供するためには、なぜなんでしょうか。資産運用会社の株価はこのところの軒並み下げています。アメリカの資産運用会社は 20%、 ヨーロッパも同じくらい下げています。最近合併した企業は特に下げがきつく、工場を閉鎖するわけにはいかず、人と企業文化に基づいたビジネスです。統合が非常に難しいと他の運用会社に移っています。しかし他の会社も今は市場が混乱していますので、投資家は目先の循環的な問題について考えていると思います。また長期的なコスト上昇の問題を懸念しています。ですから投資家は今後利益率が低下するのではないかということ、投資家が今後戻ってくる可能性はあります。合併で資産運用会社の規模が